イエーイ。皆さんこんにちは。せーの、チームサプライズです。失恋同盟をお聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。今回はさっくんさんからのお題です。初めてステージに立った時の感想を聞かせてください、うん、ほいほいほい。ですけども、初めてって言ったね、はい、やっぱみーちゃんね。そうね、2005年12月8日がやっぱり初めて秋葉原のステージに立った時なんですけど、まあ、両親が見に来てくれるっていうことで、で本番前にこう連絡を取ってたんですけど、途中でなんか連絡が取れなくなって、なんかちゃんとそこにつけたのかもよくわからない状態 で、うんうん、でものすごい緊張してるし、お母さんたちちゃんとついてるのかなっていう不安とかで、もう幕が閉まってる時すごいもう泣きそうになってて、でパーって幕が開いて踊り始めたら、両親が私以上に泣いてて、もうすでに以上に、なんかこうずっとちっちゃい時からそういう夢を一緒に応援してくれてたからこそ、なんかこう夢に近づけた、ステージに立って姿を見てすごい泣いてる両親を見た、ちょっと親孝行できてるなっていうのはすごく感動したのを覚えてます。待って、その時ってだって13歳、13歳にして親孝行ができてるなと思ったの。なんか少しなんか喜ばせることができてよかったなと思ったと思う。できてる子だね、うん、すごい。ありがとうございます。いや、みんなのお母さんも喜んでるよ、こうやって見てるって。喜んでるよ、パパ。最初か、なんだろう。ゆきりんは、私は最初、まあでもオリジナルっていうか自分たち用にその曲をいただいたりしたのがデビューというか1年ぐらい経ってからだったんですけど、チーム B でね、はい、チーム B で、自分たちのそのレッスンで一人だけ踊れなかったりとか、歌詞がすごい自分たちに合ってる歌詞をいただいた時に、みんなでやっと自分たちの曲ができたって、すごいみんなで同じスタジオで、あれ本当なの全部、どういうことですか。びっくりした。初日っていう歌があるじゃないですか、初日っていう曲がで、すごく人気じゃない、はい、で内容、歌詞の内容がね、はいはい、一人初日立てなくって踊れなくって、みんなで励まし合ってとか、喧嘩して、怪我をしてとか、怪我をしてとかあるじゃない、はい、全部本当、本当、全部本当です。全部本当に、全部本当です。学校とレッスンの両立に悩んだ、悩んだ誰が諦めそうになった。誰が悩んだの。私です。じゃあゆきりんの、私です。じゃあ怪我したの誰なの。まゆです。あ、じゃあ一人踊れずに泣いたのは、あ、それでもハルゴ、ハルゴ、中川、あ、ちゃんと言ってた、それぞれちゃんと当てはまる。学校でレッスンは多分ほぼ全員ですよ。いつもライバルが輝いて見えた、輝いて見えた、見えた。誰がライバルだったの。みんな、あ、みんなみんな輝いてた。そっか、じゃあ本当の話だったんだね、あれ。今になって分かった。そうなんですよ、はい、いいです。はい、ということで、そろそろお別れの時間みたいです。それでは次の曲発表までお待ちください。